ルフ。レッドブルがリードしているのは間違いない。メルセデスのトトウォルフ代表はバーレーングランプリで優勝したのはメルセデスだが、依然として今年の最有力候補はレッドブルだと語っています。 100% 正直に言えば、我々は予選ペースがまだ足りていない。かなりの差だ。決勝では序盤に大胆な仕掛けをしてトラックポジションを重視し、最後にレースの神様が私たちの味方をしてくれた。これまでバーレーンはレッドブルにとって強いサーキットではなかったし、特にシーズン開幕時点で彼らは良いレースをしてこなかったが、2021年はそうではないことを示した。彼らを倒すのは非常に難しいことであり、彼らが集団をリードしていることは間違いないと思う。トトさん、ここまでおっしゃってますけど、それでもあれですかね、三味線疑惑っていうのはもういないんじゃないですか、さすがにさすがに、まあね、まあとはいえ何でも何でもあれです、まあ、まだ一戦ですからね、うん、開幕戦の時点では、うん、っていう正し書きがつくと思いますよ、うん、レッドブルが早かった、これはもう誰の目にも明らかですから。予選であれだけ差がついたし、うん、まあ、決勝でも勝ちはしたけれど、戦略的に、まあ、あのあと逆転されたことはまあほぼ間違いなかったわけで、あのターン4ではみ出したのがなければ、だからそこはあのよほどのバカでなければ当然負けは認めるし、レッドブルの車のパッケージの方が早かったってことは確かですけど、それあくまで開幕戦の時点での話なんで、次のねイモラは3週間相手の話ですから、そこまでにメルセデスが問題を改善してれば、イモラではメルセデスのが前にいるかもしれないですよ、うん、それはもう何の保証もない。それはまあもちろんレッドブル側も分かってるんで、うん、当然レッドブルも開発の手は緩めてないし、うん、まあ、去年だってね、開幕戦オーストリアグランプリ7月に開幕してみたらレッドブル全然、ね、メルセデスに勝てなかったですけど、うん、3月に開幕してたらレッドブルが前だった可能性は十分ありますからね、はいはい、その3月から7月の間にメルセデスがガッてきて速くなってるわけですから、うん、でその時その時で、まあ、それこそ本当に1レース終わっただけで、開幕前のテストでもまあメルセデスはかなり苦労したんで、うん、まあ、そのまだ改善の途上にある。でもテストの時から比べるとバーレーングランプリだいぶ改善してるから、はい、そのままの曲線で来るとイモラではさらに良くなってくる可能性が十分あるんで、うん、まあ、だからそんな簡単にはいかないと思いますけど、でまたまた三味線引いてやがったっていう人が出てきてしまう、それはバカでしょうね実戦で三味線は引かないですからね確かに実戦で三味線引いてたら相当アホでしょう、うん、まあね、もうレース終わってその後出てきてる、ね、ドライバーのコメントだったり関係者のコメントだったりトトさんのコメントだったり、うん、まあ、本当にあの今年は苦しんでるんだなっていうのは、うん、十分すぎるほど伝わってきてるけど、でもやっぱりなんつっても、ね、圧倒的なチャンピオンチームだから、うん、当然改善はしてくるだろうし、まあでもそれで前に出たらもうそれは三味線じゃなくてもうあっぱれって言うしかないよね。そうするとまた FIA がっていう人がいてなんでそこをなんか認められないんだろうなっていう、まあもちろんね FIA の最低がっていうか、まあレースコントロールがあまり良くなかったのは確かですけど、それはメルセデスが悪いわけじゃないですからね確かに本当にあそこでトラックリミットはみ出して出ること走ることがダメなんだったら、1周目から禁止されてればメルセデスもできないしレッドブルもできないし、でメルセデスはいけると思ってやって、実際それが30周目まで禁止されなかったから使っただけですからね。他のチームだって使おうと思えば使えたわけだから、そうだね、なんかそれをメルセデスを攻めるのは間違って、まあ攻めるんだったら FIA を攻めるべきだと思うし、そうだね、別にそれがメルセデスのためにやってるとは思えないですけどね、うん、だって FIA としても FOM としても当然ここでレッドブル勝ってくれた方が嬉しいわけで、そうだよね、メルセデス勝って喜ぶ人いないでしょっていう、うん、なんでそれがメルセデス擁護してると思ったんだろうっていう、まあだからそういう角度で斜めから見てるからもフェラーリの時はフェラーリを擁護してるっていうしメルセデスの時はメルセデスを擁護してるっていうし、結局自分たちが応援してるチームが勝てなかったらズルしてるんだっていうことでしょう。あれレッドブルが強かった時もやんやん言われてたんでしょ。その時は誰もレッドブル応援してないから、ね、日本で。ああそういうことだね。後に興味がなかったってことね。でしょ、うん、まあ、自分たちが応援してるチームが優勝争いしてないですからね。ああそういうことね、うん、まあでもずるしてるって言い始めたらもうそれ真っ向勝負で勝てないって言ってるのと一緒ですから。
あ、確かにそうだよね、うん、真っ向勝負で勝てない速さがあるからズルしてるっていうわけですから、まあ、まずは真っ向勝負で勝つっていうところなんじゃないかなと僕はまあだからレッドブル自身はメルセデスがズルしてるとは言ってないじゃないですか。言ってない。クリスチャン・ホーナーがちょっと言ってましたけど、うん、コンマ2秒って言ってますけど、でもまあ、うん、でそれでも仮にコンマ2秒でかける29回稼いだとしても、レッドブルは計算上は勝ってたわけじゃないですか、最後追い抜いて、それだけの速さがあったことは確かだから。だって別に稼いだのは別に合法だったんでしょ。そうですね、結果として稼いで出たというデータが出てるだけで、まあ、それも明確なデータじゃないですからね。稼いでた週に同じように走ったわけじゃないですからね。許される中で速く走れるところを見つけて、それを走ってただけなわけでしょ。でそこをまたこう上げ足取るようにずるしたずるしたって言ってる人はいるってことね、うん、言っても別にそれでそのレッドブルさんの、はい、って異議を申し立ててるわけじゃないわけで、そうです、本当に、本当に確実にそれが、ね、ルール違反だってずるだって思うんだったら抗議しますから、うん、他のチームは当然、うんね、あのレーシングポイントをしつこく抗議し続けたチームも去年ありましたけれどチームというか、ね、人っていうかねそういう風なことができるけど、それはまあ、ね、F1 のためにならないですからね。そう思って、あの走り方をしてたのはメルセデスだけなの、まあ、ちょろっと見た限りでは他にはいなかったですかね。だいたいみんなギリギリで縁石のところには乗っかった走って、はいはい、まあ、どっちかって言ったからそのターン4のターンコーナリングっていう意味では緩やかに走った方が確かにいいけど、でもコース外やっぱ走ることになるわけで、はいはいはい、途中まではターマックありますけど、その先はザラザラのコンクリートだし、人工芝だし、縁石の段差も超えるわけで、そんななんかタイヤに優しいかなと僕はちょっと思いますけどねメルセデスはあのラインが良かったっていうのはもちろんあるだろうし、実際彼らテストの時からあのターン4すごい苦労してたじゃないですか、はいはい、曲がってった先でくるって回っちゃってたから、 あそこが緩やかに立ち上がれる方が彼らの車的には、車のリアの特性的にはおそらく楽なんだろうなとはいうのははっきり分かりますけど、それが本当にタイヤに優しいからなのか、ラップタイム的にコンマ 1,2 秒あるからなのか正直分かんないですよね。トドさんの認めるところは、ね、認めてね、いつもすっきりとしたねコメント、なんか本当にこう隠し事がないような、まあないこと絶対ないと思いますけど、ね、でも上手ですよね。あのトトウルフもそうだし、チームから発信されるそのレース後の、まあ、サマリーみたいな、チーム首脳陣が語るっていう動画もありますけど、あれを見るとあのメルセデスのレースだけじゃなくて、レース全体像が、あ、そうだったんだって分かるような解説をしてくれてるんで、それはかなりオープン、彼らオープンだし、おそらくあれを見て他のチームも学ぶことはたくさんあると思いますけど、あ、そんなことやってたんだっていうのは結構、例えばなんでハードタイヤを2セット決勝に残したのかっていうことに関して、彼らはやっぱなんとなくじゃなくて明確な理由を持ってそうしてるから、そのもう決勝に新品のハードタイヤ2セット、最初に配られた2セットを予選までに一切使わずに決勝に置いとくんだっていうのは、彼らもう明確な理由を持って最初から金土を過ごしてるから、そういうところを見るとやっぱりチーム全体として強いんだなっていうのは分かりますよね。でそれもちゃんと隠しとくんじゃなくて公式的に言うし、そういうところまで勉強するっていうか、あの見るとレースの見方ってすごいよく分かってくるから、もっと面白くなると思いますよ。それもっと早くいや、もう戦略うまくやりたいなと思ってるチームはレース後に、すみません、あのトスさん、うちのチーム の, あの今週末の雑感をお願いしてもよろしいですかっていう見てないって言われると思うんですよ下の方のチームは見る必要がないです、見といてくださいようちのストラテジーなんとかって言うんですよ、あ、ほら挨拶してみたいなまあまあ頑張りな君もってトスさんいつも見てますみたいなありがとうまあまあっていうぐらいだから、トトさんこう常にこう自分たちのチームとか F1 を全体を見てるっていうコメントをやっぱ節々に、ね、うん、まあね、勝ってるからそういうその余裕があるっていうのももちろん言えるでしょうけど、うん、まあ、でもその余裕があるからやっぱ勝てるっていう、うん、まあ、どっちからでもね取れるんで、うん、どこの赤いチームのチーム代表の悪口言ってるんですかまあでも本当にトトさんが、誰が食い倒れ人形やねん、うん、俺欲しい人って言ったら多分全部のチーム手を挙げるよ多分ね、そうでしょうね、うん、なんかこうそういうなんか別のチームちょっとで活躍するトスさん見てみたいよね、赤いチームの急に速くなっちゃった急にビシッとしちゃう、それで急に速くなっちゃったらもう、まあでも速くなると思いますよ、速くっていうかあのチームとしてビシッとするでしょうね、間違いなく、だって リソースとしてはあるんだもん、フェラーリだってすごいスタッフの数がいて、ね、
設備も整ってて、明らかに中団チームとは違うわけだから、それをうまく使うかどうかですから問題は。じゃあもう究極のトトデスクを作って、あのね、どうかうちに来てください。 VR で1週間に1時間だけ VR これつけてもらえませんかっていう赤いオキュラス作って、ここにメダリオのマラネロにいる感じで。でもちょっと赤いトトさんもちょっと、まあ、ないんだろうけど見てみたいよね。トトさんイギリス人だっけ？オーストリア人。オーストリア人か、まあ、ちょっとなかなかね赤いチームで、まあ、絶対ないでしょうね。ないと思うけどね。ちょっとでもちょっとでも見てみたいよね、まあ、ということでね、あれ締めのことも忘れちゃった、ビノット代表の悪口はそういうここまでだなっていうニュースでございました。